皆さんこんにちは。最近また自然災害が多発してる気がしますよね。前回の動画でも言いましたけど、噴火とか地震とか、みんながねどれだけ自然災害に備えてるかわかんないけど、僕個人的にね普通の人よりかはね備えてるような気がして、例えばこれとかすごくないですか？防塵マスク、なんかね世紀末が訪れたらねこれ被って走っときゃなんとかねなると思っててとりあえず買ったんですよね。火山が噴火したりとかしてね、火山灰でねみんな外に出れない状況、俺がねこれ被って外で買い出とか言ってくるから安心してくれ。実際に被ってくれっていう声がたくさん聞こえますね。しょうがないな、被ってあげるよ。こんな感じになるんですよ。おパンツ被ってる変態仮面的な。まあね、災害時ね、みんなね、こんなこと言ってらんないからね、青パンツだとか、変態仮面だとか言ってらんないからね、みんな必死でね、生きるのに必死だから、俺が頑張って買い出しに出かける。まあ今日の動画はそんな災害とはね、全く関係がないんですけど、みんなね、自分に似てる人がいるってことないですか？僕とかね、こういう職業をしてるから、直樹マンどこどこにいましたか？あ、ここにいましたか？とか結構言われるんですね。まあほとんどはいないことが多いんですけど、まあいることもね、何回かあったけど、まあそんな感じで、みんな普通に日常を生きていたら、もう一人の自分と出会ってしまったらどうしますか？19世紀、一人のアメリカ人が奇妙な夢を見ました。人々が棺を取り囲み泣いている。彼は泣いている人々に尋ねました。誰か亡くなったのか？すると一人が答えました。アメリカの大統領が殺されたのです。彼は驚き、棺の中を覗き込みました。そこで目にしたのは、なんと亡くなった自分の姿だったんです。それ以来彼は自分が亡くなっている夢を見るようになったんですね。まあなんかねちょっと気味が悪くなったので、そのことを妻とか友人にまあねちょっと愚痴のような感じで話していたそうなんです。それからしばらく経った頃、アメリカ次期大統領を決める総選挙の行われる前日に、今まで見ていた悪夢がなんと現実となったんです。その日彼が少し休憩を取ろうとソファーに座っていると、ふと目の前の大きな鏡に誰かがいるような、そんな影が見えました。部屋には自分一人しかいないはず、そう思って彼は驚きましたが、冷静に鏡を見ていると、そこには自分がソファーに座っている姿が映されていました。そりゃそうだろう。でもたまにありますよね、鏡の前でね自分が動いたら、なんかその動きが鏡で反射してなんかうっってなる感じ、あおめえかよって自分のことなんだけど。でも彼が見た鏡に映っている自分はまるで自分ではないような、そんな奇妙な感覚に襲われたんです。よく見ると鏡の中の自分は他の背景に比べてかなりぼんやりと姿がダブって見えたんです。何かがおかしい。鏡の前に移動しようと彼はゆっくり立ち上がりました。その瞬間、鏡の中にいたぼやけた自分は消えてしまったんです。鏡の前に立つと、もちろん目の前には自分の姿が映っています。今のは何だったんだ。少し混乱しつつ再びソファーに腰掛けました。すると鏡の中にはまたぼやけた自分が座っていたんです。実はこの直後、彼は16代目のアメリカ大統領に当選したことを知らされます。彼はエイブラハム・リンカーン、そう、彼が見たのは彼自身のドッペルゲンガーだったんです。ドッペルゲンガー、この言葉ドッペルはドイツ語で、英語で言うダブルと同じ意味があります。ドッペルゲンガーを逐語訳すると、重なって歩くもの、二重心という意味があるんです。このことからドッペルゲンガーはね、自分自身の姿を自分で見る幻覚の一種である自己増減死という現象とされています。自分とそっくりの姿をした分身、または第二の自我、生き霊など様々な諸説が存在しています。当時は肉体から霊魂が分離し実体化したものと思われていたんです。双子や他人の空にはあっても、ドッペルゲンガーはあくまで自分が自分を見るといった場合に限るので、ありえない現象ではないというところから、心霊現象や超常現象の一つとされているんです。なんか学生の頃、僕の親友が僕のすぐ斜め後ろ側あたりに立っていたんですね。常になんかどこ行くにもこんな感じでこんな感じで動いてたので、ある意味俺のドッペルゲンガー、ドッペルゲンガーの事例はなんと意外にもかなり昔から語られているんですね。神話とか迷信とか伝説で、ドッペルゲンガーは本人の行動する範囲や行ったことがある場所にしか現れないことなんです。まるで自分が自分としてちゃんと生活しているような、ただ普通の日常を送っているかのように現れるんです。なのでそれを他人や友人に見られても違和感なく、本人がそこにいるかのように錯覚されるんです。他にもドッペルゲンガーは人と会話をしないとも言われていて、本人と思い声をかけてみても反応が薄かったり無反応だったり、他人とコミュニケーションを取ることはほとんどないとされているんです。まれに遠くから微笑んできたり、本人の目の前に現れて喋ったなんて話もあったりしますが、
基本的にはコミュ障らしいです。まあだからなんかあいつコミュ障だな、陰キャだなっていう思ってる人がいたらワンチャンドッペルゲンガーが。そして都市伝説的にはドッペルゲンガーは出現した人物の死の前兆とも信じられていて、その姿を2回以上見た者は死んでしまうと言われるようになったんです。実際リンカーンはドッペルゲンガーを見始めた頃に大統領に就任し、任期を終え2周期目に入ろうとしていた時期に悪夢の通りに暗殺され亡くなってしまったんです。かの有名なドイツの作家、詩人、政治家でもあるヨハン・ボルフガンク・フォン・ゲーテもドッペルゲンガーを見たとされる人物でした。1771年大学の卒業を機に故郷へ帰ることになったゲーテは、当時思いを寄せていた牧師の娘へ別れを告げるため彼女の住む村を訪れました。別れを告げたゲーテは帰宅するためにゼルゼンハイムから暗く人里離れた道を馬で帰っていました。その道にはゲーテしかおらず、しばらく薄暗い中進んでいると前から馬でこちらに向かってくる男に気づきました。だんだん近づくにつれ、その人物の見た目がはっきり認識できるようになってきました。金の刺繍が施されていたダークグレーのスーツを着ている人物の顔が認識できる距離まで来た時、ゲーテは驚きのあまりその場で立ち止まってしまったんです。なんとその人物はゲーテと全く同じ顔をしていたんです。その人物はまるでゲーテが見えていないかのように道を進み、薄暗い道の奥へと消えていきました。しばらく立ち止まっていたゲーテは恐怖という感情はなく、心が穏やかになり、神秘的な体験をしたかのように感情が高ぶっていたんです。8年後、偶然にもね、その同じ村に向かうため、ゲーテは反対方向から道を進んでいたんですね。その時ふと当時の神秘体験を思い出しました。自分が着ている服装もまさに当日目の前から歩いてきた人物と全く同じだということに気づきました。確かこの先ですれ違ったはず。そう思いながらゲーテは馬で進みました。しかしあの時とは違い、正面から誰かが来ることはなく、何の変化も起こらないまま目的の村へと到着してしまいました。あの出来事は何かの勘違いか、または夢だったのか。結局8年越しに不思議な体験を思い出しただけで、その出来事のね真実をゲーテは知ることはなかったんですね。そして1813年、ゲーテは再び奇妙な体験をすることになります。その年の冬、助手とワイマール公園を散歩していたゲーテは友人であるロホリッツを見かけました。ただゲーテはそのロホリッツの様子に違和感がありました。こんな寒いのにロホリッツが着ているのはガウンとスリッパでした。しかもロホリッツが着ているガウンはゲーテのガウンだったんです。服装かぶって気まずいやつ。この前新宿で僕買い物したんですけど、あるブランドのお店に入っていたんですけど、そのブランドの服を僕当日着てたんですね。そしたら全く同じ服を着ているお客さんがいて、そのことにお互い気づいてちょっとうってなる、あの気まずい感じ。ロホリッツなんて格好しているんだ。そういったゲーテに対し、一緒にいた助手がゲーテを見ている方向を見て、どこにいますか、見間違いではないですかと言ったんです。そんなはずがない。ゲーテは再びロホリッツがいた場所を見ると、もうそこには彼の姿はありませんでした。自分の勘違いだったのか、ゲーテは不思議に思いながらね帰宅することにしたんですね。ただ帰宅したゲーテは驚きました。なんとそこには公園で見た姿のままのロホリッツが待っていたんです。いやどうせしてたんかよお前ら、一体どうしたんだ。ゲーテがロホリッツに尋ねると、ここに来る途中で雨に降られたんだ、だから君の服を貸してもらったよ、その後でうたた寝してしまって君と公園で青い夢を見ていたんだよ。反同性カップルのよくあるシーン。でも不思議ですよねこの現象。ロホリッツは夢を見ていたんですけど、夢の中でゲーテと公園で会っている。でもゲーテは現実世界で普通にその公園でロホリッツの何夢の姿のロホリッツを見ている的な。ただリンカーンと違うのは、ゲーテはドッペルゲンガーに2回も遭遇しているんです。2回目はゲーテ自身のドッペルゲンガーではなかったので、まあこれが関係あるかわからないですけど、ゲーテはねその後すぐ亡くなるっていうことはなかったんですね。リンカーン、ゲーテ、そしてここ日本でもねドッペルゲンガーを見たという人物がいました。作家芥川龍之介、彼は35歳という若さで自らこの世を去ってしまったんですけど、実は彼の死は運命で決まっていて、彼もそのことを受け入れていたかもしれないというんです。なぜなら彼が生前自分のドッペルゲンガーを2回見ていたからなんです。作家だった彼は過去の歴史上の人物の話や、江戸時代にただの幕図が書いた欧州話という作中にドッペルゲンガーが出てくること、ドッペルゲンガーを見た者は死期が近いということを知っていたんですね。実際芥川龍之介が書いた1927年発表歯車という作中にはドッペルゲンガーがもたらす死についての話があるんです。その後公演先の新潟で行われた座談会で、作中に登場するドッペルゲンガーの体験があるか質問された芥川は、あります、私は二重人格は一度は帝劇に一度は銀座に現れましたと答えているんです。そして公演旅行の2ヶ月後、芥川龍之介は自ら命を絶ったんです。芥川龍之介の死の数日前、親友の内田百軒が彼を
訪ねた時にはもう睡眠薬を服用し、その頃の芥川龍之介は起き上がったと思ったら寝るというかなり精神が不安定な状態だったというんです。芥川龍之介は亡くなるね2年前から死というものをね意識し始めていたらしいので、もしかしたらねそういった意識から幻覚みたいなものが見えていたのかもしれません。この中でドッペルゲンガー見たことあるっていう人いますか？あるいは誰かがね自分のドッペルゲンガーを見た的な、まあ、僕の友人でガチでドッペルゲンガーの現象起きたことがある人がいて、まあ、その人は実際には自分を見たわけじゃないんですけど、なんかねその人の友人がある日突然あなたどこどこにいた、どこどこにいたみたいな連絡が相次いでいたらしいんですね。まあ、その人曰く実際にその場にいたということは絶対ないんです。ただいろんな人からどこにいたみたいな、でその友人の話を聞くと明らかにその人らしいんですよ。絶対に似た人とかじゃなくて絶対その人らしいんですよね。なんならその人の服も着てるし的な。そしてその友人たち曰く間違いなくその人なんですけど、ただちょっとなんか雰囲気が違うのはちょっと正気がないらしいんですね。ちょっとなんかロボット的な AI 的な感じで、まあこれガチの話なんですけど、ただ今思うとなんか街中でね誰々と遭遇する確率ってそんな多くはないじゃないですか。いくら友達がめちゃくちゃいたとしても、なんかね新宿渋谷とか歩いてもああ誰誰ってね日常的に会うことってないじゃないですか。だからもしかしてそれってその友人たちのなんか投影なんですかね。その友人たちがその僕の友人のそのドッペルゲンガーのね人の投影したのか、まあ、あるいはその僕の友人ドッペルゲンガーで現れた人がなんか生きろうとして自分自身をその人の元へ飛ばしていたのか、どっちかかもしれないですね。そんなドッペルゲンガーの原因の一つと言われているのがその本人の無意識の意識説なんです。これは生きろうとも言われていることがあり、肉体の中にある魂が2つに分かれ片方が外に出てしまう現象なんです。なので肉体に残った魂が薄くなっていることから早死にするという理屈は、まあ、なんとなくわからなくもないけど、いやわからん。他にも昔の日本ではドッペルゲンガー現象を離婚病といい、自分の肉体から魂だけが抜け出してしまう、でも意識は魂にあるのでまるで自分が客観的に見ているかのような錯覚が起こることがあるとされているんです。魂が抜けた体はぼーっとしているので反応が薄くなり、ここからドッペルゲンガーは反応が薄いという話になるのもまあわかる気もする。実際現代でもこの離婚病の症状が出る人がいるらしく、まるで自分の体が自分のものではないような、自分の意識だけが遠くに飛ばされているような感覚がするそうです。他にも精神疾患の一つでオートスコピーと呼ばれるものがあり、精神医学の世界では能動性、単一性、同一性、自他対立性の意識の4つから自我が構成されていると考えられているんです。4つのうちどれか1つでも異常をきたすことで自我障害が起きると。なのでこれは完全にね自分の脳が作り出した幻覚ということになるんですね。統合失調症になると自己増減死の症状によって幻覚や幻聴が多くなり、その症状の一つで自分の姿を目撃するという事例が実際にあるんです。この自我障害ね、精神的なものだけでなくね脳の中で腫瘍ができることによって引き起こされる場合もあるらしく、側頭葉と頭頂葉の境目にある側頭頭頂接合部に腫瘍ができることでドッペルゲンガーを見てしまうということがあるんです。側頭頭頂接合部には自我の認識機能があり、ここに腫瘍ができることで認識機能が低下し自我が身体を離れたように感じるというんですね。実際にスイスチューリッヒでドッペルゲンガーに悩まされていた陶芸家の脳から腫瘍が見つかり取り除いた結果ドッペルゲンガーが見えなくなったという話もあるんです。ここまで来るとね結構ねドッペルゲンガー現代の医学で説明がつくような気がしますよね。ただ別の場所でね他人が自分の姿を見たということに関しては説明がつきませんよね。ただ冷めたこと言っちゃうと一番現実的なのはまあ、そっくりさん、そっくりさんって自分のそっくりさんって結構世の中にいるんですよ。最近だと絵画に描かれている人物が自分と似ていることから SNS に載せているのはね見たことある人もいると思います。ただリンカーンやゲーテの話からそっくりさんが自分と同じ場所にいる、後の自分と同じ格好、友人と同じ格好をしている確率ってかなり低いと思うんですよね。そもそもリンカーンに関しては夢の中と鏡の中で見ているので生きている人間じゃないのは確かです。リンカーン、ゲーテ、芥川龍之介も未来の自分を満たせず、リンカーンは襲撃された時座っていたことから座っているドッペルゲンガーしか見えなかったという主張もあるそうです。ゲーテも8年後自分が同じ格好をして同じ道を歩いていくことになりました。芥川龍之介のドッペルゲンガーも芥川龍之介より一歩先に同じ場所に行っていたのかもしれません。ここで
でパラレルワールド説、多次元宇宙の話になるんですけど、同じ部屋がいくつもあるとして、各部屋にね一人ずついるとします。もちろん時間の進み方は同じですけど、部屋での行動はそれぞれ違います。部屋で座っている人、寝ている人、まあ、ちょめちょめしている人、要はこの部屋を別の次元と考えると想像しやすいと思います。じゃあその部屋同士が何かの拍子にね重なったら、一つの部屋に二人の人が存在するということです。ドッペルゲンガーが同じ格好や同じ行動範囲にいることについても、僕が今からね10秒後に手を振る A の世界線があって、 B の世界線でも同じく10秒後に手を振る。だけど B の世界線では手を振った後拍手もする。まあもちろんこのドッペルゲンガー決定的なね説はないんですけど、まあ個人的な見解ですけど、一番有力なのは生き霊なんじゃないかなと思いますね。やっぱね、例えば僕が誰かのことを思っていたら、僕自身の生き霊をその人のねところに飛ばしているっていうことが一番、可能性として高いんじゃないかな。で、生き霊って結構やばいっていうからね、生き霊の念って亡くなった人よりもめちゃくちゃ強いって聞きますからね。まあもちろん生きている人物だから、ほとんどがねその生き霊説で、もちろん自分の同じ人が目の前に現れるっていう、そのドッペルゲンガーの現象自体は、まあ、シンプルに幻覚っていうか、まあ、その人の精神意識に何かねブレがあって現れているんじゃないかなっていう。そして街中で誰々が見た、誰々があなた見たよっていうことの、まあ、8割9割は普通にそっくりさんなんじゃないかなって思います。はい、皆さんどう思いますか？そしてね、このドッペルゲンガー、俺も遭遇したことある、私も会ったことあるっていう人がいたら、コメント欄に書いていってください。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。